はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、常習的に危険運転を繰り返している運送会社の映像ということで、あやとサロンの公式ツイッターの方からいただいた映像をもとに解説をしていこうと思います。冒頭もご覧いただいたんですが、撮影者の車両が首都高速道路中央環状線の小菅ジャンクションを6号向島線方向に走行しようとしていたところ、後方からやってきた4トントラックに突然強引な割り込みを受け、寸でのところで衝突しかけるというような映像が記録されております。この小菅ジャンクションに関しては合流区間のみ4車線道路となっておりまして、多数の車両が入り乱れるように集中し、接触事故が非常に多いポイントとしても知られています。はい、この車両ですね、観音扉の部分に龍というマークが記載されています。このマークのトラックを見て、あやとサロンのチャンネルを継続的にご覧になっていただいている方々であればピンときたと思うんですけれども、実はこのトラック、以前も危険運転の常習犯として当チャンネルでも広く注意を呼びかけていた車両となっています。これからご覧いただくのが、以前あやとサロンのチャンネルで公開された同一車両と思われるトラックによる極めて悪質かつ危険なすり抜け行為を記録した映像となっています。こちらのトラックの観音扉の部分にも同じく丸の中に龍というようなマークが書いてありまして、同一車両とおぼしき運送会社による悪質かつ危険な運転行為が2度にわたって記録されたというようなものになっております。どちらの車両の映像もあやとサロンへの映像の常連提供者である焼きおにぎり物流の兄貴からいただいた映像になっているんですけれども、こうした悪質な危険運転を繰り返し常習的に行っている運送会社として広く皆さんに注意していただくために、今回映像として投稿させていただきました。こちらの龍のマークの4トントラックについては、実は私の知人も何度か被害を受けているという話を伺っておりまして、危険運転を繰り返し行っているトラックとして関東近辺ではかなり有名な車両のようです。もし高速道路、一般道路問わず当該車両に遭遇したという場合については、一定の距離を取り決して接近することなく、車両の動向に対して細心の注意を払いながら運行していただきたいと思います。特に深夜早朝の時間帯に多く目撃されているという情報が寄せられておりますので、普段関東地方を走行することが少ない関西圏、中部圏、東北圏のドライバーさんは特に注意をしていただきたいと思います。映像を見ていても安全運転の意識が微塵も感じられず、プロドライバーの運転技術としては最低ランクに位置するドライバーが運行しているものと思われますが、こうした車両にぶつけられる物損事故の被害に遭いますと非常に面倒なトラブルとなる傾向がありますので、まずこうした車両には近づかず一定の距離を置いて離れてしまうという対処行動を取っていただきたいと思います。特に大きく背中の部分に龍というマークが書いてありますので、遠目から見ても分かりやすいです。同一の特徴を持つトラックに遭遇した際には同様に危険運転を行うかもしれない、無謀な運転を行うかもしれないというような警戒心を元として十分に注意をしていただきたいと思います。特にこちらの動画の概要欄の方に記載をさせていただいているあやとサロン監修による就職資料を参考に、実際にトラックドライバーとしてすでに内定し業務に当たっているというような視聴者の方々も非常に増えてまいりました。新たに仲間に加わった新米のトラックドライバーさんや、これからトラックドライバーになるべく決意を新たにして就職活動や免許の取得等に邁進している方々については、あやとサロンのチャンネルの旗印である模範的な安全運転を念頭に入れて、プライドを持って運転業務に当たっていただきたいと思います。今回の映像で記録されているようなトラックの運転というのは、プロドライバーの運転技術として底辺の中の底辺であるというふうに捉えていただいて、私のチャンネルの視聴者の皆様であれば問題ないとは思いますが、トラック業界全体のイメージアップと、またプロドライバーとしての誇りを持って安全運転技術の習得に邁進し、日常の業務に当たっていただきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやとでした。おやすみなさーい。